こんにちは。11月19日木曜日、土浦カルチャンネルの時間です。今週は土浦市立博物館の萩谷がお伝えをいたします。よろしくお願いいたします。さて、秋がだいぶ深まりを見せてまいりましたけれども、ただいま博物館では2020年度秋季展示、秋の展示を開催しております。今日はそちらのご紹介をさせていただきたいと思います。では画面をお願いいたします。土浦カルチャンネルをご覧の皆様はよくご存知かと思いますけれども、土浦市立博物館では春、夏、秋、冬と年に4回展示品を入れ替えながら土浦の歴史と文化をご紹介しております。ただいまの期間は秋季展示、秋の展示ということで12月27日まで開催をしているわけなんですけれども、今回はただいま展示している資料の中から私が担当しておりました霞人形という郷土工芸品について少しご紹介、ご案内をさせていただきたいと思います。はい、では次お願いいたします。皆様この人形はご存知でしょうか。ちょっと今のですね、人形をこちらにご用意しているんですけれども、霞人形といいまして、タニシの殻をですね、利用した、郷土工芸品なんですね。タニシを逆さまにしまして、この台座にはめ込んでですね、顔の部分は綿を丸めて、布でくるんで、顔と体をですね、つなげてですね、表情を描いたりとか、着物を描いたりすることで、一つの人形を作っているものです。で、船の上に、貝殻のですね、船の上に浮かべてみたりとか、帆をつけたり、あるいはこう傘をかぶせたりすることで、船頭さんのようなこういう人形を作るのが今の霞人形の主流なんですけれども、昔の霞人形は今後ろに出ております。はい。本当にさまざまなバリエーションを持ったものがですね、作られておりました。これらの作品はですね、昭和9年に考案されまして、土浦のですね、戦前の郷土のお土産品、工芸品としてですね、非常にこうもてはやされたものなんですね。それらについてちょっとご紹介をしていきたいんですが、まずこの昭和9年に霞人形が考案された時代背景について少しご説明をしていきたいと思います。次のスライドお願いします。はい、こちらのマップはですね、遊覧交通案内と呼ばれているもので、土浦商工会、今の商工会議所にあたる組織ですけれども、昭和7年にですね、発行いたしました土浦商工会誌という本があるんですが、その中に掲載されている土浦の案内図になります。で、この遊覧交通案内をちょっと細かく見ていきたいと思いますので、次のスライドをお願いします。はい、土浦がですね、真ん中に絵が描いてまして、上に筑波山、そして下に霞が、左下にですね、霞ヶ浦が大きく描かれておりますけれども、土浦、常磐線がですね、南北に通っているわけなんですが、大正時代になりますと、筑波山に向かって筑波鉄道が伸びていくことになります。今のリンリンロードなわけなんですが、さらにですね、土浦の駅からですね、霞ヶ浦の南側にこう回り込むようにして、阿見町の方へ向かって伸びているのが、城南電気鉄道です。これでですね、大正15年に敷設されました。大正時代に筑波鉄道と城南鉄道2つのですね、路線が新たにこう引かれていくことになります。で、土浦周辺を見ていきますと、筑波鉄道は当然筑波山へ登山に行く方たちのための、登山客を運ぶための列車でありますし、それから城南電車に関してはですね、霞ヶ浦海軍航空隊への見学者を運ぶための重要な輸送手段となっておりました。さらにですね、バスなど乗り合い自動車なども走っておりまして、土浦はですね、まさにこの交通の要所であったわけなんですが、霞ヶ浦の方を見ていただくとですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、点線で描かれているのが水郷汽船
というですね、まあ、船の航路でして、この水郷汽船を使うとですね、浮島ですとか潮来、牛堀、さらに鹿島神宮へ行くことができました。土浦はですね、まさに水と陸の水陸両方のですね、交通の要所でありまして、これらの交通手段を使うことによってですね、さまざまなこう観光資源を巡ることができた、まあ、そういう土地柄だったわけなんです。これが、まあ、昭和7年の商工会誌に寄せられた当時の、まあ、遊覧交通案内、遊覧マップとも言うべきものかと思います。で、この中でですね、特に注目していただきたいのが、土浦の駅からですね、桜川がこう表現されているんですけども、そこの周りにですね、ピンク色にこう描かれているもの、これがですね、土浦の桜川堤の桜並木の様子なんですね。で、この桜並木についてちょっとご紹介したいと思います。次のスライドよろしいでしょうか。はい。これはですね、おそらく大正時代かなと思うんですけれども、発行された絵はがきなんですが、桜川の様子を写した絵はがきになります。で、背後に今筑波山が描かれている中をですね、桜川をこう、船頭さんが船を、竿を刺してですね、船を動かしている様子が写されているわけなんですけれども、この写真の中には特に桜は見えませんで、代わりにですね、右の下のところに、和歌が、歌が、書かれています。常よりも春辺になれば桜川、波の花こそまなくよすだめ、波の間をですね、水面をこう桜がですね、散ってこう隙間なく寄せているような、そういう情景を描いた、これは五線和歌集という歌集にですね、平安時代の歌聖、紀津田雪が読んだ歌として載せられているものになります。桜川については上流のですね、磯部稲村神社周辺がもともと山桜の名所として古くから知られておりまして、下流にあたります土浦のあたりでは、特にですね、桜の風景というのは見られなかったんですね。なので当時の絵はがきもですね、このように、和歌を載せることによって、まあ、桜川をイメージさせていたというふうに考えられます。実際の景観がなかったということですね。はい、次お願いいたします。実は江戸時代の終わりの土浦には、花もないのに桜川、水もないのに荒川沖という言葉があったそうです。まあ、かつての土浦の桜川には実際の景観としての桜の並木はなかったということになるんですけれども、ところが明治時代の終わりからですね、大正時代、そして昭和の初期にかけまして、桜川堤にですね、次々にこう桜が植えられていきまして、1930年代、まあ、昭和5年以降になりますと、土浦の桜川堤の桜というのは全盛期を迎えていくことになります。次のスライドお願いします。はい。これはおそらく、まあ、昭和10年前後かなと思われる絵はがきなんですけど、こちら見ていただくとお分かりの通り、たくさんの人たちがですね、お花見を楽しんでいます。堤防をそぞろ歩きしたり、それから船に乗ってですね、花見を楽しむというのが、この土浦の お花見のですね、一つの風物詩といいますか、楽しみ方だったようなんですね。はい、次お願いいたします。昭和8年にはですね、新たに桜川にですね、匂い橋が架橋されます。この匂い橋は、木橋でできておりまして、当時はもうコンクリート製の橋も架けられていた時代なんですけれども、木橋が架けられまして、お花見のお客さんたちがですね、対岸を行ったり来たりすることができる、そういうふうな、まあ、一つの名所、ポイントになっていきます。で、この木橋がですね、まあ、水郷土浦のお花見を演出しているというような内容のですね、新聞報道もありまして、で、実際ですね、絵はがきの題材としてもこの匂い橋周辺の桜川というものがいくつか見ることができます。右の写真は匂い橋のたもとで、大きなぼんぼりにはですね、花月堂さんの名前が挙がっています。それから左の写真はですね、夜の桜川のお花見の様子でして、
匂い橋のところにたくさんのぼんぼりがこう掲げられているんですね、こちらね。水面にですね、夜桜とそれから、ぼんぼりの光の明かりがですね、映し出されて、すごく綺麗な、イルミネーションになっております。はい、次お願いします。今ご紹介したのがですね、水郷土浦のお花見の様子でして、水を意識した、水辺空間でのお花見というのが、こう最大限演出されたような形になっているんですが、この桜川のですね、お花見が全盛期を迎えた1930年代、この時期にはですね、市内の各地でも景観整備が行われておりまして、水郷らしさを持つこう風景というのが作り出されていきました。その一つが、騎乗公園でありまして、右側の写真はですね、大正時代の頃の絵はがきなんですけれども、櫓門の背後にですね、立っているのは新張郡の軍役所として使われた建物なんですが、見ていただいてお分かりの通りですね、堀とか土塁、今の騎乗公園とはちょっと景観が違ってまして、堀とか土塁がですね、堀は埋め立てられて、土塁は削平されておりまして、平らになってしまっているんですけれども、これを、昭和9年から10年にかけて、公園として整備しまして、土塁を再構築、堀を再掘削して、さらにですね、あやめが咲く氷炭池を作り出しております。現在の私たちが親しんでいる騎乗公園の景色というのは、この時に作られたものなんですね。この公園整備もですね、水郷土浦にふさわしいものとして作られました。次お願いします。こちらは今私がいるこのスタジオのですね、川口川のかつての風景なんですが、ちょっと右側と左側の絵はがきではですね、撮影ポイントが少し違うんですけれども、左側はですね、整備された後の川口川の様子です。で、川の両岸にですね、柳の木が植えられて護岸が整備されました。でこの絵はがきにはですね、水の公園というタイトルが付けられておりまして、やはりこう水郷らしい風景に演出されております。次お願いします。はい、こちらは土浦駅です。ご存知の方も多いかもしれませんが、かつての土浦駅はですね、海軍航空隊へ来るお客さんを迎える玄関口でもありましたので、軍艦型と言われる、新駅舎が作られております。以上のようにですね、1930年代の土浦では、さまざまなその景観整備が行われまして、それらはもう水郷を意識した、水辺の都市を演出するですね、景観の修築がなされております。そういう中で考案されてくるのが、霞人形ということになります。次お願いいたします。はい、こうして考案される霞人形ですので、特にですね、霞人形って実はひさご、ひょうたんのひさごと、たにしで作るたにし人形と2種類があったんですけれども、人気になってくるのはたにしの人形の方なんですね。なぜかというと、やはり材料が入手しやすかったということと、水郷らしさを演出するのにたにしの方がふさわしかったからではないかと思われます。次お願いいたします。はい、こちらは今年ですね、新たに寄贈されたたにし人形の一例です。お祭りの時に出てくる行列の先頭を行く金棒引きですとか藤娘、次お願いします。潮汲みと鳥追い、こういったものがですね、戦前の霞人形では、非常にポピュラーな素材として使われておりまして、歌舞伎とかですね、日本舞踊とかそういったものから取材したそういったものをテーマにしたものが、非常に多く作られておりました。次お願いします。はい、右側はですね、国防婦人という書いてありますけれども、大日本国防婦人会というたすきをかけた、谷氏の人形でして、これはですね、戦前の一時期制作されたものと考えられます。はい、次お願いいたします。はい、
今までご紹介したのは新しく寄贈された谷氏人形なんですけれども、博物館にそれまでこれまでにもですね、収蔵されていたたくさんの霞人形がありまして、その一部をご紹介していきたいと思います。これはですね、柳町徳さんという霞人形を最初に作り始めた時のメンバー、最初に制作を始めた段階での霞人形制作メンバーの一人だった柳町徳さんという方が作ったものなんですけれども、二宮金次郎とサンタクロース、はい、それから次お願いします。カッパとタヌキですね。カッパはうちの博物館で一番人気の霞人形です。次お願いします。で、弁慶と牛若丸、弁慶もですね、たくさん作られているんですけれども、勧進帳の一場面はですね、こうちょっと歌舞伎っぽいものからですね、可愛らしいものまで、本当にいろいろなこう表情を作ることができまして、こういったものがあります。次お願いいたします。はい、こちらはですね、角兵衛紙というものなんですけれども、霞人形の魅力はですね、正面から見ても可愛らしいし面白いものなんですが、いろいろな角度から見るとですね、その谷氏の殻をうまくこう利用してそこに絵を描いてますので、どこから見ても何かこう動きのあるというか、屈曲がですね、面白いこう味を出している、貝殻の癖がですね、すごくいいこう演出をしてくれているような人形になります。まあ、いろんな角度から見てもちょっと面白いものということでちょっとご紹介しました。はい、では次お願いします。このですね、霞人形につきましては、昭和12年の新聞記事にですね、郷土芸術の先端を行く霞人形、大好評、オリンピック土産にいよいよ乗り出しということで、若い谷氏の線を生かして美しい色彩を施した郷土芸術の先端を行く面白みのあるものだとご紹介されております。戦前にですね、幻となります東京オリンピックの土産品としても喜ばれるのではないかというふうに報道されております。次をお願いいたします。はい、もうちょっと時間が来てしまっております。ちょっと過ぎておりますけれども、このご紹介したですね、霞人形に関しまして、それから他のですね、秋の展示の見どころに関しましては、現在博物館のホームページ上で、おうちもミュージアムということでですね、秋季展示の見どころをご紹介する展示解説動画を公開配信中です。ぜひそちらの方もですね、ご覧いただきたいと思います。今日は駆け足になってしまったので、霞人形のですね、具体的なこう展開とかはあまり触れられませんでしたけれども、ぜひおうちもミュージアムの方をご覧いただければと思います。はい、来週は11月26日、木曜日、また3時から、こちらカルチャーネルの方をお伝えいたします。本日はどうもありがとうございました。